Fire TV リモコンのペアリングに関するヘルプ。メニューの設定から操作を行っても、リモコンのペアリングがうまくいかない場合、Fire TV リモコンの接続及び再接続に関する次の操作をお試しください。リモコンの電池を交換します。リモコンは Fire TV 端末から3メートル以内の範囲で使用します。Fire TV 端末を電源ケーブルまたはアダプターから取り外し、再び差し込みます。Fire TV アプリを使用してリモコンのペアリングを試します。クイックリマインダー。コントローラーが7台ペアリングされている場合は、そのうちの1台をペアリング解除してから別のコントローラーのペアリングをお試しください。